自民党新潟支部は新1区の支部長に塚田一郎衆議院議員を推薦する方針を固めました。新1区では自民党の塚田一郎衆議院議員と佐藤淳県議が次の衆議院選挙で公認候補予定者となる支部長を目指しています。中央区と東区を含む自民党新潟支部は今日塚田議員を支部長に推薦する方針を固めました。一方で江南区の亀田支部と横越支部は地元選出の佐藤県議を推すなど対応は割れています。中央区東区の人口構成が非常に大きい地域にもなります。その意味では中央区東区としてのご推薦をいただけたということは大変に私にとっては力強いありがたいことでありますので、今後は佐渡市の各支部も対応を決め、地元の意向を踏まえた上で党本部が最終的に支部長を決めます。